です。皆さんご一緒にテゲマクッキーさあ今回もですね、はい、プロが教えてくださるレシピをぜひご覧いただきたいと思うんですが、はい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 、今日もお肉なんですが、もう定番のこう豪華なもうお肉といえばこれみたいな、何でございます。肉でしょ。ではテゲマクッキー。今回ご紹介いただくのはパインテラスの料理長藤原正弘さんです。料理長よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。さあ今回は牛肉メニューということですけれども、はい、どういったお料理でしょうか。はい、今回はローストビーフをお作りいたします。ローストビーフ豪華ですね。はい、そしてプロが教えてくださるローストビーフ一体どんな作り方なんでしょうか。ではよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。では材料です。牛もも肉 400g、バター、塩、黒胡椒はそれぞれ適量です。ソースの材料は人参、玉ねぎ、セロリそれぞれ 50g、 ビーフコンソメ 10g、 赤ワイン 100cc、 ローリエ1枚、パセリの茎は適量です。では料理長、まずは何からでしょうか。はい、まずはじめにローストビーフのソースの野菜を切っていきたいと思います。はい、じゃあ料理長、続いてはお肉の下準備ということですね。はいはい、どうしても油で、焼きますんで塩コショウの味が抜けてしまいます。ここですり込んでしっかりと肉になじませてください。はい、あの火を入れた時に崩れないようにしっかりとここで成形します。はい、これ結び方って言いますか、縛り方っていうんですかね、はあるんですか。このやり方もありますし、このまま肉の周りをぐるぐるの巻いてもらっても結構です。はい、丸を作ります。はい、で肉の下からこう持ってきて、これを引っ張ればこういうふうに縛れます。わかります？こう丸を作ってこうして、後ろを結んで、すみません下の輪の部分にも通していくということですね。そうですね、はい、あとはこう取れないように紐で結んでもらえれば完成です。最後の部分も、はい、最後ですね。はい、じゃあ料理長、続いては、はい、早速お肉を焼いていきます。はい、はい、この時も、全体に焼き色をつけます。はい、こんな感じですね。いい焼き色がついてきましたね。はい、オーブンに後から入れます。その時に肉の旨味が出ないようにしっかりとここで焼いてください。はい、で取り出します。お肉を取り出した後は、はい、余分な油を取って野菜を入れて、肉を上から乗っけて200度のオーブンに入れます。はい、はい、今5分ぐらい経ちました。前後左右入れ替えてください。こういう感じですね。こういう感じでまた再び5分ぐらいオーブンの中に入れます。でまた5分ぐらい経ったらまた前後左右また肉を裏返してまた火を入れていきます。あ、4面ともそうやってやっていくということですね。はい、30分経ちました。わー、10分ぐらいですか、寝かせます。寝かすことによって中のお肉がピンク色に、全体がピンク色に仕上がりますので、とても綺麗に仕上がります。じゃあこのままちょっとお肉にはお休みいただくということですね。はい、はい、じゃあ料理長、お肉を寝かせてる間にこちらは、はい、ローストビーフのソースを作っていきます。はい、これをもう一度炒めて赤ワインでフランベします。はい、一回こします。はい、でよく押さえて
水分を出してください。はい、はい、ソースを仕上げていきます。はい、で仕上げにバターを少しだけ入れます。はい、はい、これでソースの出来上がりです。はい、じゃあお肉もそろそろいい感じでしょうか。はい、十分お休みいただいて、ね、はい、さっと糸も取れましたけれどもね、はい、肉を切ります。ではこの後は先ほどのソースをかけて、はい、完成試食でございます。はい、さあ料理長もソースもかけて盛り付けていただいて、まあお肉綺麗ですね。本当にもうロゼ色って言うんですか。そうですね。はい、では、はい、どうぞ。わあ、もうドーンとこれだけお肉があるとやっぱ存在感がね、そうですね、はい、ありますね。本当にいい焼き色で、では、はい、どうぞ。中柔らかくてすごくしっとりしてます、うん、そうですね、ジューシーですね。うん、はい、であのソースもすごくコクがあって、あ、そうですね、はい、お肉とよく合いますね。はい、ですね。今回ローストビーフ、はい、作る上でのポイントというとどういったところですか。はい、まずお肉なんですけれども、焼き色をつけるときに全面しっかり焼き色をつけるということと、オーブンに入れたときに5分に一度でいいので、前後左右焼くことですね。断面もですね、あの表面の茶色いところ、うん、均一ですね。そうですね、はい、お店の味といいますか、ちょっと家庭の味ではないようなローストビーフに仕上がると思いますので、まあ、手間を惜しまずですね。そうですね、はい、ぜひ皆さんも挑戦していただきたいと思います。今回はパインテラスの料理長藤原さんに教えていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、これは美味しいよ。これはね、タケル君どうでした。お店でしか食べたことないんですよ僕。家でできるもんなんですね。本当ね、結構手間かかりますけど、うん、時間かければできるんだと思って。いやでも一回覚えてしまえばこれは ね、まあ、シンプルといえばシンプルですよ、ね。うん、そうですよ、うん、あの縛り方とかね、そうそうそう、マスターしたいですよね。あれもう一回変えてみますか。あれさらってできたらかっこいいですよ。くぐらせて綺麗に縛って、そうそうそう、でもやっぱあれは10分ぐらい寝かせた方がいいんですね。そう、やっぱ肉汁が落ち着くまで寝かせると、うん、あの表面はあの火が通って中があのピンク色、ね、綺麗で、すっごいしっとりするんですよ。お肉が柔らかくて美味しかった。揉まない揉まない、ちょっと我慢できない感じもありますけどね。あれが目の前にあったらね、まあ本当料理は美味しそうでした。そしていろいろ気になりましたね。気になりましたね。いや本当気になりました。では試食前になんかこんなことしましたね。テイクオフですか。なんかもうかぶりついてきたかったなんかね、なんでしょうね。さあ出来上がりました。私も今ちょっと見てびっくりしましたね。でもあれでキュンキュン来てしまうんですよね。柿原さんのこれはねテクニックです。そう、変わってしまったテクニックにも。あとシェフとの距離がまだ絶妙。あれシェフは絶対あれ俺のこと好きやないのって思っちゃう距離ですよ。あれはもう真剣に習ってるんですから。ただその距離感が絶妙すぎて縛るとき裏剣が飛びましたけどね。ピシャシっていきましたけど、糸はね、糸の端がピシッと、なかなか糸の端でペシってならないですよね。近いじゃないですか。はい、美味しそうでした。はい、はい、もう皆さんもね、ぜひ挑戦していただきたいと思います。ではプレゼントをご紹介します。フェニックスシーガヤリゾートよりインターナショナルダイニングパインテラスのランチ券をペア3組の方にプレゼントいたします。応募方法は番組の最後にお知らせします。
オープンキッチンでシェフが目の前で料理した出来たてのお料理やお料理をビュッフェスタイルでどうぞ。美しい庭園やガーデンプールを眺められる開放的な空間でお食事をお楽しみいただけます、はい、ぜひお出かけください、はい、以上テゲウマクッキーのコーナーでした、はい、CM の後はシティトピックスです。